皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋孝子です。本日は物分かりが良すぎる頼れない女性は恋も仕事もうまくいきにくい理由とはというお話をしていきたいと思います。先日私別のサイトでですね、男性脳とか女性脳の話とかをしながらビジネスに結びつけて話すサイトを持っていて、女性ビジネス心理研究所っていうのを持ってるんですけど、そういう話をする時のネタ探しとか、こういうのもあるよねっていうのをネットで探したりするんですけれども、その時にですね、アゲマン理論っていうところのウェブサイト、私よく見るところがあるんですけど、そちらの方でですね、上がってた記事がこう自分の中でヒットしたので、このテーマを喋ってみようかなと思ったんですね。きっかけになってるタイトルはですね、男性は察することができない、だからこそ感情表現が豊かな女性が男性を幸せにするというタイトルがありましてですね、これを読んで思うところがあったので、この動画を撮っています。で、私はそのもちろん恋の話、これからする話は失恋の話なんですけど、その恋の話もするんですが、その状況っていうのは仕事をしていく時も一緒だなっていうふうに思うところがあったので、そこに内容を昇華させて、昇華はあれですよ、昇るっていう字に華やかと書いて昇華ですよ、食べる方の昇華ではありません。昇華させてお話をしていきたいなというふうに思っているので、少々お付き合いいただければと思います。まずそのブログの引用の部分ですね、なんで私が響いたかっていう理由がそこに書いてあるんですけれども、出だしです。アゲマン理論、アゲマン理論というのはこの中村明さんという方が提唱している理論なんですけどもね、女性が男性のパートナーシップ上手に取りながら、男性を支えていって、男性がうまくいくように、サポートしてあげる女性アゲマンということで載ってるんですけども、それをどういう女性だったらいいのかみたいなのブログに書いてある中の1個で、今回はですね、婚活に生かしたいっていう方の相談の件が書いてあったんですよ。アゲマン理論に婚活の相談に来る女性で、君は何を考えているかよくわからないと言われ、男性が離れていくパターンがいくつかあるようだ。だいたいこのようなパターンは女性の感情表現が少ないことが原因の大半であることが多い。感情表現が少ない女性といると男性は時に苦しいのだ。なぜかというと男性は察することができないからだ、というふうに書いてありました。そのブログの内容全文は読まないんですけれども、どういうことかっていうと、かいつまんで言うとですね、これ私が言われたことあるんですよ。君は何を考えてるかよくわからないっていう、君はっていうか私の場合あなたはって言われたんだけどね、あなたは何を考えてるかよくわからないと、うちの旦那にも言われたことがありますしね、過去付き合ったことがある男性にも何を考えてるかっていうか、考えてることが自分には読めない、よくわからないというふうに言われたことがあるんですよね。でその時に、そういう女性にはこの方はですね、どういうアドバイスをしているかっていうと、ポジティブな表現をたくさんするようにしてみよう、うなずき相づちをいつもより2倍にしてみる、幸せな表現、楽しい、ここの店素敵ね、美味しいね、ということを表現することを意識してっていうのを解決策として書いてある。要はどういう感情を男性が欲しがってるかっていう と、要はこの人といると一緒にいると楽しいよねっていう感情を受け取ると、男性はその隣の人を幸せにできてるっていう感情を持つことができるから、それによって自己肯定感、男性の自己肯定感っていうのは仕事によって表現されるので、自己肯定感とか、あと自信を取り戻す、高めることができて、自分ってここにいていいんだ、この人を幸せにできて自分って嬉しいなみたいな感情を考えることができるので、男性がさらに仕事を頑張って幸せになっていける。この話はよくわかるんですよ。はい、よくわかります。男性とか褒めて伸ばせとか、勝負してこいみたいな感じでこう背中を押してあげて、その結果ね、例えば男性が傷ついて失敗したとしても、それを責めることもなく、天使のような微笑みの状態で、母親のようなっていう感じになるのかな、帰ってくる場所になってあげてれば、その男性はその人から離れないっていう、
そういう話とかも聞いたことありますけれども、で、なぜその言葉があったりとか態度があったり感情表現を豊かにするといいかっていうと、その自分が幸せにしているんだなっていうことを、言葉で理解することができるから、態度で理解することができるからっていうのが一番大きな理由なんですね。で、細やかな気持ちとか変化を男性は察することができないっていう生物学上の問題だというふうに書いてありました。で、結果として、だからポジティブな感情とかが伝わってこないと、幸せにできてるかどうかわからないから自信がなくなっちゃう。要は自分の存在意義がなくなる。だから僕はここにいていいんだろうか。彼女を幸せにできてるんだろうか。だから男性がその女性を幸せにすることで存在意義を感じるっていうのが非常に多いっていう、そういう話なんですね。だから僕どういうこと、要は何を考えてるかわからないっていうふうに言った場合には、僕は君を幸せにできてるかどうかわからない、僕は君に必要ないと思うということと同義だって書いてあってですね。それで離れていくっていう、そういう感じが書いてあったんですね。で、じゃあ、今日失恋の話をするって言ったんで、失恋の話をしたいと思います。私もかつてですね、何を考えてるかわからないっていうか、君に僕は必要ないよねって言われて離れられた経験がある人です。その環境と状況っていうのは、私は感情のコントロールができてしまうタイプで、あまりこう波風を立てないで淡々ときれいに物事を処理していくことができてしまう能力があるので、例えばその男性がですね、私に対してめっちゃ失礼なこととかを言った時とか、すごい感情的になんだこれっていうのを仮に思ったことがあったとしても、割とそれを淡々と伝えてしまうんですよね。いや、その感覚はちょっと私は残念だったと思うとか、本当にじゃあそれが感情が入っちゃうと、ありえなくないとか、こうかーって言いたくなっちゃう感じになるのを、そういう自分になるのも嫌なので、伝えようと思うのであれば、そこの時はね、論理的に伝えてしまうんですよ。その時はこういうふうに思って、私は非常にそれは残念に思ったっていうことでね、言ったりとか。だから、なんだろうな、感情の起伏幅が少ない状態だから、嬉しいのは、なるべく喜んで伝えるようにしてますよ。すごいめっちゃ嬉しいとか、おいしいねとか言ってて、このお酒ね、一緒に飲めておいしいねとか、こういうご飯食べれていいね、この経験ってないよね、すごいいい景色だよねとかっていうのを言葉に出して言うっていうのは、嬉しい方は特に言うんですけれども、特にその怒ってる方とかをあんまり感情をあらわにして言わないんですよね。そうすると全体的に感情がフラットになっていくので、喜んでるのもそこまで喜んでるように聞こえない場合があるのかもしれないなっていうふうに思ったりはしたんです。で、何を多分考えてるのかわからない、っていう、そう、僕は、君にとって必要じゃないと思うっていう人が去っていった後、大概付き合ってる人は私と真逆のタイプ の人と付き合ってること多いですね。だから儚げで守ってあげなきゃいけない系で頼るタイプですよね。そういう方と付き合ってるケースが多いのかな。その後もし見たとしたらですね、見れない方とかもいらっしゃいますけど、なので、でも多分別れるっていうことは、私にその足りないものが埋めるためっていうか、違う人の方が楽しく人生が送れるというふうに思えば、そういう人生をね、送っていくための彼女ないしは結婚相手を選んでいくんだと思うんです。なので、私がそうですね、付き合ったことがある人で、前の彼女とかの話とか聞くようなケースとかあった時に、ものすごい感情の起伏が激しくって、夜中にいきなり呼び出してとか、今すぐ来て、出ないとなんとかでとかって言って脅すようなことを言ったりとかですね、結構わがままに振り回されていた時の話とかも聞いてあげてですけれどもね。そして私と付き合ってそこがなくなったとしても、なんでしょう、別れる段においてですね、僕じゃなくてもいいだろう、要はそこでもしかしたらすがってほしかったのかもしれないんですけどね。
すがらないしすがれないんだよな、あの去るものは追わずみたいなところがあるので、去るってことは去りたい事情があるから去るわけで、引き止めてもあまりいいことはないだろう、まあ決意をしたから去っていくんだろうっていうふうに思っているので、私から去る時もありますけれども、男性から去られたこともあります。なのでそれを言ってくる時の心情っていうのは、自分の存在意義がないと思うっていうふうに思ったことを伝えたかったんだろうなっていうのは今になればわかるんですけどね。当時は私は一緒にいて楽しかったのに、まあ楽しいっていう感情があんまり伝わってなかったのか、必要としてるとは確かに言ったことはなかったんですけれどもね、あの穏やかな状態で必要としているっていうイメージはあったんですけどね。だからやっぱり男性だとかな私はい、なので、存在意義を感じる場合には、私よりもかなりわがままだったり甘えまくったり、いちいちそんなことお願いしたりするの、そんなの頼んじゃったりするのっていう女性の方のなんか言うことを聞いてるのが嬉しそうに見えたりとかするんですよね。だから男の人ってそういうところで存在意義とか感じたりするのかなというふうに思ったりしたんです。で、まあそのブログの方にもね書いてあったんですけど、相手が表現してる感情を頼りに自分の次の行動を予測してるっていう、判断してるって書いてあったので、確かにそれを言ってあげないと分かりにくいんだろうなっていうふうに思ったんですよね。だから感情表現で1で感じたことを10で表現しようみたいに書いてあったんですけど、それは無理それは無理。私はまあ1で感じたの2ぐらいにはできますけどね、10は無理かなっていう感じですね。だから確かにその付き合ってる人とかね、そういう人とかにも幸せで いてほしい気持ちはありますけど、そのためにこう自分が超頑張るっていうのは自然体じゃないからなみたいなまあそういうことを考えたりして、すごく楽しい時と美味しいものね食べたりとか、一緒に旅行行って楽しいとか、一緒に新しい体験して楽しいっていうのは普通にそれで喜びますからね。察することができないっていうのもまあ分かりますけれどもね、察してほしいっていう女の人の気持ちも察してほしいわってちょっと思ったりします。男性はそういう生き物だからっていうふうに書いてありますけれども、そこはちょっとそちらも譲っていただいてですね、察してほしいなんて言うとこれまた女っぽくないとか言われるんでしょうかなのでだから感情表現がね豊かな女性というか、でも喜ばしいことはやっぱり表現した方がいいなというふうには思ってるんです。だから今日のテーマの物語、物語じゃない、物分かりが良すぎる頼れない女性っていうのは、私その女性が割とクールでかっこいいなっていう自分の中の人間像、理想像があったので、幼い頃からの経験値、母の姿を見ていてとか父の姿を見ている、まあ、家庭環境が多いですけどね、頼らないことが美徳みたいなイメージがもともとありましたので、頼っていくことができなかったりとかしてたので、まあ、それで声を失ったことも何回かありますだからといってじゃあどうやって頼ったらいいのよみたいな、まあ、感情表現を豊かにするっていうのが一つなんでしょうけど、その頃に比べましたらですね、まあ一応こんなんで何年だ、結婚24の時結婚したら26年目ですね今年ね、まあ、地味に長いです何気に。ただ旦那にも何を考えているかよくわからないと言われたことはあります。なのに彼はなぜ私のところにいるのでしょうかよくわかりません。まあ夫婦にもいろんな形があるということなんでしょうかね。はい、その言葉を言って去っていった人もいますしね。私の場合にはだからおそらくちょっと変わった男性の方がいいのかもしれませんね。多分うちの主人も普通じゃないのでしょう、おそらく、ということでまとめておこうと思います。で、頼れない人は恋も仕事もうまくいきにくい理由っていうのは、要は存在意義を相手が感じてくれる方が恋も仕事もうまくいくっていう話です。はい、なのでお仕事ですね、私昔は頼れない人だったんです、お仕事も。で今は外注パートナーさんとか結構 7,8 人とかいらっしゃって、それぞれの男性女性両方います。ただ男性の方が多いかな、外注パートナーさんがね、ウェブ周りとかやっていただくことが多いので機械に詳しい方がいいので、そっち系は男性で、デザインはやっていただくデザイナーは全員女性ですね。あと私の感性とか感覚値とかを分かってくれて絵で表現していただいて通過みたいな感じでやりたいので、センスがいい女性
としか組まない。でもロゴデザインとか男性のサクサクっと仕事をやってくださる、あの顔は見たことがありませんが、あのそういう男性とかもいますね。はい、あとはあのそうだな、やっぱウェブ周りとかやってもらうとやっぱ男性の方が多くなるかな。あとはまあ動画の方とかね、はい、まあいろいろいますけれども、まあ、その方とかにもできないところはあのきちんとここまではできるけどこれはできないってお願いしますっていうことを頼んで動いてもらうとか、あとは締め切りがきついのを分かってても仕事をお願いしなきゃいけない時とかあるんですよ。でそういう時にはすごい昔だったらですね、自分が徹夜しててもどうにかするみたいにしてたんですけど、今はもう本当に素直にこういうこれこれこういう状況で今回はなんとかお願いしますみたいな、まあ、普段からの人間関係ができてないと無理なんですけど、あのそういうことで甘えたりというか頼ったりすることができるようになったのはここそうだな、独立してからの、あと独立辞める前、そうですね、会社員の最後の方、20何年の経験値の最後の方、16、7年過ぎあたりから上手になってきたのかな。でその上手になった状態で個人独立事業主として動いている形ができるようになってきたので、それができるとやはり仕事はうまく回るなと思うんですね。だからさすがに仕事のパートナーに君は僕が必要ないよねとは言われないんですけれども、あの適度にやはり頼りながら、そして当然あちらが困ってる場合に私がじゃあ納期を変えてあげるとか、そういうのもね、あのやっていかなきゃいけないんですけど、やっぱ持ちつ持たれつみたいなお仕事の循環っていうのは一人ではやはり難しくてですね、一人でがむしゃらに動くっていうのはもう限界があるんですよね。だからこれはお仕事以外の、まあ、家庭生活、パートナーシップっていう意味と、あとはその彼氏の人はお付き合いっていう部分でおいても、まあ多分必要なんだろうな。そしてまあ私自身も当然ですけど、クライアントさんに嬉しいとかありがとうございますっていうふうにやっぱ笑顔で言われるとね、それはやっぱり嬉しいですし、だから私もなるべくその皆さんがしてくださったフィードバックに対して自分が嬉しかったりとか楽しかったとか、あの私のためになんかパーティーみたいなのね仕掛けてくださるクライアントさんとかもいてくださったりとか、あのそういうものはねやっぱり素直に喜ぼうっていうふうに思っているので、まあ、そういう意味では感情表現は豊かになったかなという気はしてるんですね。だからまあほろ苦い思い出を思い出したからこんな感じでね喋ってるんですけど、要は君は僕がいなくても大丈夫だよねっていうのは、本当はそんなことないのにって心の中で言いながらすがることができなかった自分、過去の自分を思い出してですね、まあ残念な思いをちょっと思い出した、その言葉がきっかけでですね、今私そう言われたらなんて答えるんだろうな分かんないのとかって言うのかもしれないし、知りたかったら言ってあげるわよ。ドロドロするものが次から次へと出てくるかもしれないけど、受け止める勇気あるとかって言うかもしれないですね。そしたら、あ、いい、聞きたくない、聞きたくないとかなるかもしれませんけどね。まあ割と仕事のパートナーさんとは本当に、言いたいことはなるべく言うようにしてるし、ちょっとね親しい中の方とかに辛いことを伝えなくてはいけない時には、もしかしたら関係が切れるかもしれないことを覚悟で伝えることもあります。勇気がいることです、これは。ただまあ私は本音の付き合いをしたいタイプの人なので、ことさらに演出をしながら甘えるっていうことはできないんですけれども、逆にことさらに強い女、理解ができる女、いい状態ができているっていうのを無理に演出することはないなっていうのは最近思ってます。等身大がいいな、本音で生きようみたいな感覚ですね。だから皆さんに対してもですね、甘えたい時は甘えるかもしれないし、まあただ一応ね、私もコンサルタントなので、こうそうそうグタグタに崩れてる姿を見せるわけにはいかないシーンとかもあったりするケースがありますからね皆さんがこうであってほしい理想像っていうのがおそらくある部分もあると思いますから、無理しない範疇ではそんな高橋孝子で、あとこの高橋孝子に戻る部分においては、まあもしかしたらそんなシーンを見た人は、まあ、猫が懐いてきたぜとか思うようなイメージでよしよしって撫でてくれればいいかなと思います。たまには休息を欲しくなる時があります。
頼りたくなる時がある。それが女性に対してなのか男性に対してなのか、性別関係なくです。人間性というものに対してそうなりたいな、助けてって思う時がたまにあるので、その時にはどうぞよろしくお願いいたしますということで、何言ってるか分からなくなっちゃいましたが、要は頑張りすぎてポキッと折れる人が、多いなっていうのを最近見ていたので、ポキッと折れる前に頼ろう。だから物分かりが良くなりすぎる必要もないし、いい子でなりすぎる必要もないし、わがままでいいと思うし頼ったらいいっていうのが私が伝えたいアドバイスです。嫌われることもないし、むしろ喜ばれます、等身大で行く方が。なんでそこは勇気を持って自分の思いを伝えていったらいいんじゃないのかなっていうふうに思います。それでは。